ちです。どうも赤崎です。降りしきる雨の会社です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さあ今回はね、僕がいつもジローを食べた後にですね、必ず飲んでいるものがあるんですよ、こちらです。はい、今回本場アメリカのモンスターをゲットしたんですね。これ来ましたね。来ました。これやや太いんですよね。やや、でかいんですよね。サイズでかいとは聞きますもんね。そう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 。こっちが350。こっち355ですね。で、こっちは473。だいぶでかいね。ちょっと待って。473。成分なんですけど、成分、はい、これとこれね、実は入ってるもん全然違うんですよ。なるほど。全然っていうか1個だけ。確かに海外のはなんか違うって聞きますか、うん、はい。何が違うかっていうと、こっちにはタウリンが入ってるの。アメリカの。タウリン。タウリンね。で、こっち入ってないんですよ。で、日本だと、タウリンは、こう、医薬部外品っていうものに区別されちゃうから、こう、清涼飲料水にならないと。なるほど。いうことで、ぶち抜いてあるわけですわ。というわけで、今回はこれをちょっとね、飲み比べしてみようぜ。まずはじゃあ、いつもの日本版からと飲んでみようかと。あ、キンキン冷えてますね。よいしょ。まあ、色もね、別に。あれ？おい、ちょっと出揃いました。はい、はい、いただきますか。桃源の近い。日本版ね。はい。乾杯。はい。乾杯。はい。はい。いただきます。はい、うん。ああ。まあまあまあ、まあ、モンスターだよ。いつもの。いつものモンスター。自分の知ってる味でした。まあまあまあ、はい、オッケーです。じゃあ、ちょっと。こちら。まあこれだよね、だから。海外版。うん、ついにじゃあ行きましょう。あ、ちょっと硬い。いや、そうじゃ開けることに緊張しんだぞ。まず。うわぁ、はい、音が。うわぁ。じゃあちょっと、行きましょう。はい。ね、色とかもね。色同じだな。色は同じだな。ほんとですね。あ、でも。あれでもちょっと濃くないか？ちょっと濃い。そんな気がするだけかな。ちょっと濃いかな。じゃあちょっと、はい。乾杯しましょう。はい。いただきまーす。あ、なんかちょっと違うような気もする。あ、ちょっとね、うん、アメリカの方が、ジンジャーエールみたいな、少し突き刺さる感じがある気がする。ああ。わかる、俺も味っていうか、うん、炭酸的な刺激が強い。うん、ああ、わかりますわかります。そうだね。ちょっとね、うん、刺激がね。日本版はやや、なんかマイルドな気もする。うん。うん、甘いかな、こっちの方が。ああ、確かにですね。日本版の方が甘い。うん、なるほどね。見て、ちょっと待って、うん。はい。あ、これも、俺、じゃあ、海外に行きましょう。もう。色全然違くない？そうだ、そうだ、そうだ。ほら。いや、全然違うじゃん。ほんとだ。ほんと、改めて見たら。全然違うね。全然違う。全然違う。うわ、すげえ。ほんとだ。改めて。あ、そうですね。まあ、一番分かったことは、色が違う。味も違います、ちょっと感動しました、私。はい。アスリートも、ミュージシャンも、アナーキストも、コーディーズも、ロードウォーリアーズも、メタルヘッズも、ギークたちも、オタクたちも、ヒップスターズも、バイカーズも、飲んでるぜ。もちろん、お前もな。うわ、そういうことだよね。どういうことどういうことそういうことなのよ。どういうこと、ね、そういうこと、そういうこと。というわけでね。はい。これでなんと、おしまいかと思いきやですね。あら。実は、はい、この度。え？こちらもあるんすね。何これ？これすごくないですか？これ見たことない。これ見たことないでしょ。はい、モンスターエナジー、ウルトラレッド、というね、うん。ちょっと僕もレッド着てんで、ちょっと、なんか境目がわかんなくなる。いや、わかるわかるわかる。普通にわかる。わかる、次回はこちらをちょっと試してみたいと思います。なるほど。一回。これはね、日本でないやつ。これ売ってないです。これ日本で売ってないやつです。はい。お楽しみに。これ編集が大変だ。